相模原南警察署は、神奈川県警察が管轄する警察署の一つである。相模原市警察ブレーカー第四方面に属する大規模警察署であり、署長は警視。識別証所,所属表示は GL。通称、相模南、相南。相模原市内最大の繁華街である、相模用の周辺を管轄とする。管内居住人口はおよそ十八万人と県下でも、 多く、そのため、各種犯罪、交通事故発生率、110番指令件数も、神奈川県下で常に上位を占めている。小田急線の相模大野駅、小田急相模原駅周辺は、古くからの繁華街であり、犯罪発生率が高く、また、管轄区域北側は、東京都と隣接しており、しばしば警視庁と相互の緊急配備や、受験手配が行われ、 特に JR 横浜線町田駅南口地域は、観楽街もあり、重点警戒区域である。歳末等には、警視庁町田警察署との合同パトロールも行われる。署内には、地域部自動車警ら隊の相模原分駐所が配置されており、県北西部の拠点となっているほか、他の神奈川県警察施設として、管轄区域内には、相模原市警察部、交通部、 第2交通機動隊の相模原分駐所も存在する。館内に指定暴力団田川会計組事務所が存在する。2018年以降、繁華街等における街頭犯罪抑止対策のため街頭防犯カメラを運用している、県下で数少ない警察署の一つ。2019年現在、庁舎老朽化、共愛化のため移転建て替え計画が進行中。 諸因数約300名、ありがとうございます。